皆さんこんにちは、アナウンサーの高橋春奈です。放送大学のさまざまな情報をお届けする番組キャンパスガイド、おなじみマナピーと一緒にお届けしていきます。では今日お伝えする内容です。キャンパスチェック前半は放送大学ガイドをお届けします。放送大学で学んでみたい、詳しく知りたい、そう考えている皆さんに向けて教養学部を中心に放送大学の学び方を紹介します。キャンパスチェック後半は第1学期の単位認定試験についてお知らせします。7月15日から始まる単位認定試験は昨年度と同様ウェブを使って行われます。実際の操作や注意するポイントをお伝えします。それではキャンパスチェックです。放送大学では6月10日から2023年度10月入学生の募集が始まります。現在放送大学には大学卒業を目指す方やキャリアアップ資格取得を目指す方、定年退職後に生涯学習を実践している方など様々な方が在学中です。今回はこれから放送大学で学ぶことを考えている皆さんに放送大学ガイドをお届けします。それではマナピーと一緒にお届けしていきます。マナピー一緒に行きますよ。キャンパスチェック。放送大学は通信制の大学です。現在全国でおよそ8万5千人の学生が学位の取得やキャリアアップ、生涯学習と様々な目的を持って学んでいます。学費がリーズナブルなので、本人の意思があれば入学できるということもありましたので、できることを一つずつやって積み重ねていって、最終的には、卒業できればいいなと。将来的には臨床心理士の資格を取りたいなと考えていまして、放送授業があるっていうことにすごく魅力を感じまして、それを見返したりとか、そのやっぱり映像でちゃんと見れるっていうところに私はすごく合ってるっていうのを感じたので選ばせていただきました。8時になって時間がいっぱいある、何か勉強しようって録画してそれを 2,3 回聞いて、それで他の人が1時間とかって私は3時間かけて聞いてるんで、それがしやすいですよね。放送大学は、放送大学には教養学部と修士課程、博士後期課程を備えた大学院があります。教養学部の学生には3つの学び方があり、目的に応じて選ぶことができます。卒業を目指す全科理修生と興味のある科目を1科目から学べる専科理修生、科目理修生です。在籍できる期間は全科理修生が最長で10年間、専科理修生が1年間、科目理修生は半年間です。このうち全科理修生はご覧の教養学部の6つのコースの中から自分で選んだ1つに所属して卒業に必要な単位を取っていくことになります。生活と福祉コース、心理と教育コース、社会と産業コース、人間と文化コース、情報コース、そして自然と環境コースです。ではここからは放送大学で卒業を目指すという方に向けて学びの仕組みを見ていきましょう。まずは学習スケジュールについてです。放送大学は2学期制で、4月から9月までが第1学期、10月から3月までが第2学期です。授業はそれぞれ4月1日と10月1日に始まり、学期の途中に通信指導の提出があります。その後1学期は7月中旬から下旬に、2学期は1月中旬から下旬に単位認定試験があり、合格すると単位が与えられます。試験は一部の科目を除き、自宅などからインターネットを通じて受験します。自宅などでの受験が困難な場合は事前に申請をした上で
学習センターでも受験をすることができます。学期の最後は科目登録申請、次の学期に履修する科目を選んでください。4年以上在学し所定の124単位以上を習得すると大学卒業となり、学士の学位が授与されます。放送大学の授業スタイルは3つ。 BS 放送やインターネットなどで学ぶ放送授業、講師から直接指導を受ける面接授業、そして全ての学習をインターネット上で行うオンライン授業です。では放送授業から見ていきましょう。放送授業はおよそ300科目、毎年新しい授業が追加され幅広い学びの世界を提供しています。テレビ・ラジオの授業科目はそれぞれご覧のチャンネルで放送しています。放送授業は週に1度の放送で1回45分、15回で完結します。各科目ごとに用意されている印刷教材と呼ばれるテキストと合わせて学びを進めていきます。次に面接授業です。面接授業はいわゆるスクーリングで、全国57カ所にある学習センターサテライトスペースで、それぞれの地域の特色を生かした授業が開講されています。放送授業では経験できない実習・実技などもあり、仲間と共に楽しみながら学ぶことができます。こちらは2022年10月に群馬学習センターが行った面接授業、群馬の自然・保護と利用です。全国から学生が参加する人気の授業で、実際に尾瀬を歩きながら尾瀬の自然や抱える課題について学び、その解決策を2日間を通して探ります。1日目は座学です。尾瀬の成り立ちや今抱える課題などをテーマにディスカッションを交えて学びました。2日目はフィールドワークで、尾瀬を歩きながら座学で得た知識を実際に現場で見て学びます。これがラチカの始めですね。鹿がほじった後です。目が好きなもんですからほじります。でほじると一緒に土もほじます。それからラチカが始まります。地元の人だけじゃなくて日本中の、まあ、ここは宝物ですから、後世に尾瀬の美しさを伝えていく。それには僕たちもね、いろいろこれが勉強して、ね、過ごしても提言したり、改めてそんなことを学んだ今日一日でした。群馬にいる人は尾瀬の本当の良さと守る、それを後世に伝える大事さというか、それから外から尾瀬に来てくれる人もそういう尾瀬が持っているいいというのをやっぱり知ってもらいたいということで、この貴重な、本当に貴重な尾瀬を何とかしてどうしても守っていきたいという思いを抱いているガイドさん、そういうガイドさんにやっぱり放送大学の学生さんも知って、でしかも尾瀬のいろんな仕組みを知るだけではなくて、守って後世に伝えるということが伝わればいいなと思ってこの授業を続けてるし、お願いしてるんですね。3つ目はオンライン授業です。オンライン授業はパソコンやモバイル端末などを使い、すべての学習をインターネット上で行います。小テストやディスカッション、レポートなどの課題をオンラインで提出して学びを進めます。教養学部の科目、時間を極めるです。学内外の講師陣が毎回異なる専門分野の立場から時間について話します。私にとっての時間とは、ポケットに入れたまま忘れてしまっている乗車券みたいなものかなと思います。まあ、人生という電車に乗って外の景色を楽しんでいる時には気にもしていないんだけれども、まあ、降車駅が近づいてくると、どこまでだったっけな、ちゃんとあったかなと気になるような存在でしょうか。まあ、今回の授業では乗車券を持っているその人がどんな旅をしているのかに着目して時間に切り込んでいきたいと思います。
この科目は時間の概念を多角的に捉え、それによって皆さんにとっての時間の意味をあぶり出していただくことを目的としています。いろいろな専門分野の先生が登場しますが、各専門分野の立ち位置及び知識は仮定しません。必要なのは好奇心と探求心、そして試作することへの前向きな姿勢だけです。放送大学では2022年度からライブウェブ授業が本格的にスタートしました。これは Zoom を使った新しい授業スタイルで、従来のオンデマンド方式ではなく、指定された日時に同時双方向で行われます。自宅にいながら学べ、その場で講師に質問もできるライブウェブ授業、学びの幅がますます広がっています。ではここからは資格の取得を目指す学び方をご紹介しましょう。放送大学で習得した単位をさまざまな資格の取得に活用することができます。放送大学では心理学に関するご覧の資格取得を目指すことが可能です。認定心理士は資格取得に必要なすべての単位を放送大学で習得できます。こちらは教員免許をお持ちの方が放送大学で習得した単位などを活用して目指せる資格です。また看護関係では看護師国家試験の受験資格取得などに放送大学で習得した単位を活用することができます。詳しくは放送大学ウェブサイトなどでご確認ください。放送大学エキスパートについてご紹介しましょう。放送大学エキスパートとは、放送大学が指定する特定の授業科目群を履修することで、その分野の学習を体系的に行ったことを大学が証明する制度です。2023年度にはご覧の17プランが用意されています。認証取得条件を満たすと認証状と認証カードが交付されます。放送大学エキスパートで取得した認証状で地域や職場などで活躍されている方もたくさんいらっしゃいます。郷土の歴史に魅せられ地元に貢献しようという夢を放送大学エキスパートで実現した放送大学の学生佐藤信輝さん81歳です。2012年歴史系博物館活動支援の認証状を取得しました。その知識を生かして2016年から静岡の観阿弥仏の里美術館で町認定のボランティアガイドを務めています。特にこの歴史と仏像仏教とかそういうものを通じた話題が理解していただけたと、お互いに理解したというような、そういうようなこのことがですね、ガイドの妙味ではないでしょうかね。それが非常に楽しいですね。最後に岩永雅也学長からのメッセージです。かつて放送大学の学生さんはですね、若い頃に十分な勉強ができなかった、大学に行きたくても行けなかったということで、それを、リカバーするというような意味で放送大学に来られる方が、多かったんですね。ただ現在はそういう方よりもむしろ、放送大学で学んで自分により高い付加価値をつけようと、こういうことを学んでより自分の生産性を上げようというような方も増えております。でこれはですね、どちらがいいという話ではなくて、そういう方たちのその付加価値をつけたいという期待にも応えていけるような授業、応えていけるような教育システムを私たちは提供しなければいけないなと思っているところです。自分自身への投資という意味での、自分に付加価値をつけるような学習ということも狙って放送大学で、より、充実した学習をしていっていただきたいというふうに思っております。では学生の募集や入学料などについてご案内します。放送大学では教養学部の学生募集を年に2回行っています。
大学卒業を目指す方は全カリ修正、キャリアアップや好きな科目を学びたい方は専カリ修正、科目理修正で出願してください。入学に際して学力試験などはありません。入学料は全カリ修正が24,000円、専カリ修正が9,000円、科目理修正が7,000円です。資料の請求は無料です。放送大学ウェブサイトからお申し込みください。お近くの学習センターでも配布しています。お問い合わせの電話番号は 043-276-5111 です。では後半です。ウェブ単位認定試験についてお伝えします。来月7月は第1学期の単位認定試験の月。放送大学では IBT インターネットベースドテストを採用し、自宅などからインターネットを通じてパソコンで受験する方式で実施されます。では試験の日程を確認しましょう。期間は7月15日土曜日午前9時から7月25日火曜日の午後5時までです。この期間中であればインターネットを通じていつでも自宅などから受験できます。今回はこの4月に新たに入学した方や去年操作などに苦労した方のために、改めてウェブ単位認定試験の操作方法や注意ポイントをお伝えします。最初に今回の試験の実施方法を確認しておきましょう。1科目50分の制限時間があります。試験を開始した後は途中で止めることはできません。1科目につき受験は1回のみとなります。こちら放送大学のウェブサイトのトップページから始めていきます。受験ページに入るにはまずログインを行ってシステム若葉に入ることが必要です。画面上には矢印の表示が出ているのが分かりますか？この矢印は手元にあるマウスを動かすと移動させることができます。マウスを使ってこれを在学生のところへ移動させクリックすると次の画面が表示されます。次の画面の左側のシステム若葉をクリックするとシステム若葉を利用するためのログインページが表示されます。ログインと表示されている部分をクリックすると放送大学認証システムの画面が開きます。この部分にログイン ID とパスワードを入力します。システム若葉のログイン ID と初期パスワードは入学許可書に記載されています。ログイン ID は学生番号の数字10桁です。なお初期パスワードは不正利用防止のため初回ログインをしたときにパスワードの変更をお願いしています。現在のログイン ID とパスワードを入力すると新しいパスワードの登録画面が表示されます。こちらに表示されている3つの条件を満たすパスワードを2回入力し画面の指示に合わせて実行すると新しいパスワードの登録が完了します。初期パスワードのまま一定期間変更していない場合にはロックアウトされシステムにログインできなくなります。システム若葉にログインできないと単位認定試験を受けることができません。スムーズに受験していただくため単位認定試験期間の前に必ずシステム若葉のログイン ID とパスワードを確認してください。パスワードを忘れてしまった場合やログインができなくなってしまった場合は各学習センター、学生サポートセンター電話番号は 043-276-5111 または教務課・教務係までお問い合わせください。設
定したパスワードは本人にしか分かりません。学習センターでの受験を申請されている方は会場での入力がありますので特にご注意ください。ログイン ID とパスワードを正しく入力するとシステム若葉のトップページが表示されます。右側の学内リンクのウェブ単位認定試験をクリックするとウェブ単位認定試験のトップページが表示されます。システム若葉のトップページの学内リンクの中からウェブ単位認定試験を選びクリックします。そうするとウェブ単位認定試験のトップページが表示されます。科目一覧には普段は体験版が表示されていますが受験票が届く頃には自分の受験対象科目が表示され試験期間になると受験することができます。今回はここからこの体験版の単位認定試験択一試験を選んで練習することにします。体験版の初回受験の時にはこのような画面が表示されます。この画面が表示された場合には私を受講登録するをクリックします。次に出てきた画面の登録が完了しましたという表示を確認したら画面中央に注意事項が表示されており画面左上のリンク集のところに操作ガイドとよくある質問がありクリックして参照することができます。受験を始めてしまうと途中で止めることができません。あらかじめ操作ガイドをしっかりと確認してください。注意事項をよく確認したら受験を開始するをクリックします。受験を開始すると大きく書かれた画面が表示されます。注意事項を確認してください。受験には50分の制限時間があります。受験を開始すると残り時間を示すタイマーが表示されますが途中で止めることができません。準備ができたら受験を開始するをクリックして試験開始です。試験が開始されると問題が表示された受験画面が出ます。画面左側のカウントダウンタイマーに残り時間が表示されます。問題を読んで選択肢の中から正解と思うものを選んでクリックします。選択肢は行全体のどこをクリックしても大丈夫です。科目によっては正解を複数選ぶ問題が出題される場合もありますので問題文をよく読んで回答漏れのないように注意しましょう。問題数は科目によって異なります。設問数が多い場合も回答画面は1ページです。回答を保存するをクリックすると途中の回答内容を保存しておくことができます。パソコンのトラブルなどで回答が消えてしまわないようこまめに保存してください。すべての回答の作成が終了したら回答を保存して確認画面へ進むをクリックします。こちらが回答を提出する前の確認画面です。未回答の問題があったり答えを修正したいもう一度確認し直したいという場合には受験画面に戻るをクリックすると受験画面に戻ることができます。修正などの必要がない場合回答を送信して受験を終了するをクリックするとこちらの最終確認のための表示が出ます。この確認画面の回答を送信して受験を終了するをクリックすると回答が提出されます。回答の提出は1回しかできませんので十分に確認した上で送信してください。回答を再確認したい場合はキャンセルをクリックすると前の画面に戻ることができます。回答を送信するとこちらの画面が表示されます。あなたの前回の受験概要に送信内容、送信日時が表示されていれば受験が完了しています。
では試験中に気をつけるポイントです。受験を始めると画面上のタイマーがカウントダウンされ、残り時間がゼロになると試験終了で回答ができなくなります。制限時間以内に回答の送信ができなかった場合、受験画面か回答画面を表示していれば制限時間経過時点の回答が自動送信されますが、なるべく回答を送信して受験を終了するのボタンを押して受験を完了するようにしてください。最後にスムーズに受験ができるよう放送大学からのお願いです。試験期間中の土曜と日曜の昼間の時間帯や最終日25日の終了間際は受験する方が多くなることが予想されます。アクセスが集中した場合には学生の皆さんに順番待ちをしていただく可能性があります。順番待ちになるとこのような画面になり、混み具合や待ち時間の目安などが表示されます。自分の順番が近づいたことをメールで知らせてもらうこともできます。なお最終日は試験終了の時刻になると順番待ちの途中であっても試験は一斉に終了となりますのでご注意ください。混雑が予想される曜日や時間帯を避けて計画的に受験することをお勧めします。ウェブ単位認定試験の受験の流れ、掴んでいただけたでしょうか。試験期間に入る前に一度体験版を使って回答を送信完了するまでの流れをチェックしてみてください。それではもう一度第1学期の単位認定試験の日程を確認しておきましょう。期間は7月15日土曜日午前9時から7月25日火曜日の午後5時までの11日間です。この期間中に受験をしてください。ここまでキャンパスチェックのコーナーでした。では最後にキャンパスインフォメーションです。放送大学から授業料改定とラジコ配信終了のお知らせです。放送大学は2024年度1学期から授業料の改定を行います。教養学部、修士課程、博士後期課程の授業料、修士課程と博士後期課程の研究指導料がご覧のように改定されます。またインターネットラジオラジコによる授業の配信は2024年3月末で終了します。2024年4月以降は BS531 チャンネルでお聞きください。学生の方はシステム若葉でも聞くことができます。詳しくは放送大学のウェブサイトをご覧ください。続いて7月に行われる公開講演会をご紹介します。東京渋谷学習センターではウクライナ危機と中東情勢を対面とオンライン方式で7月29日土曜日午後2時から開催します。講師は放送大学名誉教授の高橋和夫。場所は AP 渋谷道玄坂11階ホール。定員は会場が100人、オンライン参加が500人です。放送大学キャンパスガイド、今回は放送大学に入学を考えている人のための放送大学ガイド、そしてウェブ単位認定試験のお知らせとパソコンの操作方法などをお伝えしました。番組ではこれからも放送大学のさまざまな取り組みについてお伝えしていきます。ぜひまたご覧ください。それではマナピーと一緒にお別れします。さようなら。